アジア最大級の工作機械の見本市が東京ビッグサイトで開幕し、オリンピックに挑戦する大田区の中小企業の技がお披露目されました。この展示会は匠の技と先端技術の融合をテーマに開催され、今年は22の国と地域から800を超える会社が出展しています。中でも注目を集めているのがこちら、氷上の F1 といわれるボブスレー競技に使われるソリです。こちら日本で初めて大田区の中小企業が作りました。題して下町ボブスレーです。ボブスレー競技はイタリアではフェラーリ、ドイツでは BMW といったまるで F1 のような開発競争が繰り広げられていますが、日本ではこれまで製造した実績がありませんでした。そこで立ち上がったのが大田区の中小企業です。町工場9社が英知を結集し、軽量なフレームと抵抗を極限まで減らしたブレードをおよそ8ヶ月をかけて開発。金属加工会社の昭和製作所はソリとブレードをつなげる部分の部品を製作しました。変身種変量生産といいますか、とにかくそのお客様の状況に合わせてお作りするっていうことをずっとやってきましたので、そういった意味では今回の特殊性もですね、今まで の延長線上にあった、まずはやっぱりオリンピックに使っていただけるっていうものを作り上げることですね。そのここには金メダルというところで夢は大きく持ってですね、それをきっかけに大田区を盛り上げていきたいなと。一方、すでにオリンピックで活躍している匠の技もありました。こちらの辻谷工業の砲丸はアトランタオリンピックから3大会連続男子砲丸投げで金銀銅メダルを独占し、世界一の砲丸と呼ばれています。重心が真ん中にある砲丸は手を離しても転がりません。匠の技と世界最先端の技術を見ることができる見本市は6日まで開催されています。